ございます。5月25日、朝の4時8分、大阪高槻市で6時で、2トン車に積み替えます。2トン車はそこから滋賀県米原に向かって行きます。で、自分はとりあえず寝屋川のトラステ行って待機します。まあ、荷物がケース物が26個、ケース物は大したことないけど、大型の精密機械が4つあるので、2トン車2台に分けて積みます。ちょっと現場が狭いところで2トン車しか行けないということなので、今日はそういう感じでございます。まあ、早めに昨日休息入れたんで、もう10時間40分休息してます。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お疲れ様です。6時6分積み替え完了、意外と早かったです。これからトラステに移動して一旦休息入れたいと思います。ここから4キロぐらい、近いですね。じゃあ移動します。ひどい。はい、お疲れ様です。6時30分寝屋川のトラックステーション到着です。休息入れました。まあ、9時前には電話来るかなと思います。まあ、仕事なければ来ないかもしれないけど、まあ最低4時間ぐらい、4時間以上休息できれば
次は6時間以上休息すればいいっていうことだから、分割しとかないと、今朝4時半から動いてるから、関東までたどり着けなくなっちゃうから、なってしまうので、分割休息ということです。じゃあちょっと待機していたいと思います。はい、お疲れ様です。9時50分です。帰り荷物が決まりました。尼崎から翌着で埼玉県八潮市です。多分衣料品のケースものじゃないかと思います。それで、朝8時着なので、早いので、分割休息で、6時間空けようかと思います。なので、今朝6時半から休息入れてるから、12時半になったら出発して、尼崎に向かいたいと思います。あと2時間半ぐらい休息です。早めにお昼を食べちゃおうと思います様です。尼崎積み缶です。すごい汗。いや、荷物は110個ぐらいしかないです。ちょっと大きい箱で、だけど暑い。風の通りもないし、暑いです。じゃあ、積み缶なので出発します。
疲れ様です。午後6時30分藤枝パーキングエリア、ここでちょっと晩ご飯を早く食べちゃおうかなと思います。食べてきました。鶏の唐揚げ、ボリュームありすぎてお腹いっぱいになっちゃった。美味しかった、すごいボリューム。唐揚げが5個ついてたけど1個がでかい。で、790円だったかな。お腹いっぱいです。もうトラックもいっぱいだし、人気なんだね。シャワーもコンビニもないけど、売店と食堂だけなんだけど、トラックがいっぱいで、すごかった。高速道です。実車です。鮎沢まで行くか。鮎沢だったら5時に出れば間に合うかな。お疲れ様です。午後8時30分、鮎沢で休息です。藤枝の唐揚げがボリュームたっぷりでちょっとお腹いっぱい。あそこで休憩したのも初めてだな。もちろん食べたのも初めて。いつも掛川とかよく行ってたからね。藤枝はシャワーもないからあんまりっていうか行ったことなかったんだよね。まあボリュームたっぷりでした。明日卸し場所八潮まで112キロ。まあナビで今の時間で2時間弱なので、まあ、3時間見とけば大丈夫だと思います。まあ大黒あたり混むだろうけど、なので明日は5時に出発します。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、どうぞまたよろしくお願いします。